ございます。おはようございます。おはようございます。本当に、強豪揃いの、厳しい、グループに入ったなというふうに思っていますけど、やはりどの組に入ってもワールドカップは厳しい戦い、を強いられる、ことになるんだなっていうふうには昨日のチュニジア戦を戦っても、はい、改めて感じました。コスタリカとの対戦は、私が、A 代表の監督になって、初めての試合を、2018年の、9月に吹田でさせてもらいましたけど、まあ、その時は我々は、勝ちましたけど、非常に身体能力も高く、もしワールドカップ本大会で戦うことになれば、はい、かなり手ごわい相手になるなという印象は持っています。先ほどもおっしゃっていただいたナバス選手はでもこじ開けていくのは本当に大変だと思いますし、世界のトップクラス の, 経験を持っている選手だと思いますので、そこをは、しっかり分析をして、どういう攻略をしたらいいのかというところは考えて、いかなければいけないと思います。ドイツとスペイン、だけが、格上であって、ね、難しい戦いになるというような、ことを考えられている方も、たくさんいらっしゃると思いますが、間違いなく、コスタリカは強い相手だと思いますので、そこを上回れるようにまずは、自分たちが、コスタリカに勝つために攻撃も守備も、レベルアップをして、ワールドカップ本大会に臨むこと、コスタリカ戦に臨むことをしなければいけないというふうに思っています。まあ、このシリーズ誰が出ても勝つ、誰と組んでも、チームを機能させる、でチームの機能を落とさないということで、選手を入れ替えながら、毎試合試合に臨みましたが、まあ、選手たちには、本当にこう難しい、課題を、与えながら、の試合の結果に、なってだなという、印象を持ってます。まあ、そういった意味では、負けてよしということは代表は、絶対にありえないですし、昨日も誰が出ても勝つというところ、を結果を持って、応援してくださる方々に、喜んでいただける、はい、結果を出したかったですけど、まあ、選手たちには本当にこう難しい課題に、取り組んで、くれた、ことを、まずは選手たちのトライに評価したいなと思っています。サッカー王国、そして、今 FIFA ランク1位の、ブラジルとこう戦えて、世界のトップトップの、基準というものを、チームで、体感し経験することができましたし、またワールドカップで、に出てくる、ガーナ、チュニジアとこう戦えたことは、またワールドカップに臨むにあたって、厳しい覚悟が必要だっていうことは、はい、改めて、感じることができました。で、まあ、探り探りだったかなというふうには思いますし、今後またさらに上がっていける上げていける部分があるかなというふうには思っています。匠がサイドと言いながらも中に入ってプレーをする、2トップ気味になる中で、ひろきは非常にアグレッシブにサイドのレーンを、走って、攻撃に関わることができるので、まあ、そういう
ったことを、まあ、チームの形としてで、要求して、準備すればさらに、いい攻撃は作れるかなというふうに思っています。1戦目のパラグアイ戦の時に、カオルとヒロキが左サイドで出た時に本当こう何度も何度も、カオルがボールを持った時に、オーバーラップを仕掛けるというところで、サイドからクロスであったりあるいは、カオルのドリブルの、特徴をサポートすることで、相手の守備が難しくなるというところは聞いていたと思いますので、まあ、そういったところはチームで、武器として使えるように、その2人が出た時だけではなくてやはり我々がいい形を作れたというシーンをチームとして共有してできるように、していきたいなと思います。